I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. みんなのせいじゃないよ。アルカディモンの暴走は誰にも止められなかった。今度は私も行く。お兄ちゃんを助ける。助けるったって？アルカディモンを完全に倒して。お兄、そりゃ俺だってそうしたいけどさ。アルカディモンがどこにいるのかもわからないんだぜ。フェイたちの情報網にも引っかからないみてえだし。大丈夫、これがある。イーター。安心して、襲ったりしないから。これはイータービット。千歳を助けた時にイーターもハッキングしたでしょ。その時、できる限りの情報を引き出しておいたの。これは、その情報をもとに、私がプログラミングして作り出した、新しいイーターだよ。新しいイーター？これを東京中に配置すれば、監視の目を増やせる。アルカディモンを見つけ出せるはず。お嬢、寝てたんじゃねえのかよ。何こんなもん作ってんだ。ちゃんと休んでなきゃダメだろ。お兄ちゃんを助けるにはこうするしかないの。時間をちょうだい。すぐ準備するから。あ、私も心配だよ、エリカ。せっかく上白優子が治療を受けられるようにしてくれたのに、何か全然おとなしくしてない。そうだ、ここはお嬢が折れる番だぜ。治療を受けた国は、リュウジを探すのはそれからだ。リュウジが戻ってきたって、お嬢が元気じゃなきゃ意味がないんだからな。やだ、お兄ちゃんを探すのが先。リップの調整だって残ってる。いや、でもさ。ダメ。そうは言っても。無理。いや。お嬢。エリカ。何よ、あんたまで。そりゃあ。な、何してんだ、アホ。相手病人だ。安心して。峰打ちだよ。峰ってどこだよ。仕方ないよ。どうでもしないと。この頑固者は治療を受けないの。私がエリカでもそうするし、エリカが私でも同じようにして治療を受けさせたと思う。なんなんだお前。なんかどんどんお嬢みたいになってきてんぞ。これもお嬢と記憶を共有してる影響なのか。そう、つまり
私のすることはエリカの意思。さあさあ今のうちにエリカを治療室まで運んでおう。そういうもんか。まあ俺もまだ長時間は動き回れねえし、いいお目付け役ができたと思うとしますか。お嬢のことは頼んだぜ、ワームを。任せて。イータービットの配置も私が代わりにやっておくね。こりゃ頼もしいわ。なあ、そんな場合じゃないのはわかるけど、お前時間あったら掲示板の依頼見といてくれないか。こんな騒ぎ起こしてまだ依頼が来てるかわかんないけど。クーディエはリュウジが帰ってくる場所だ。ちゃんと守っておきてえからさ。
さあ、行こう。
さあ、行こう。必ず勝つ。なんでだ。
さあ、行こう。やれよ。
さあ、行こう。ダメだ、一旦行こう。全身全霊ベッドだ。なんとかなったね。
さあ、行こう。どうかしかなわない。
りか。あ、聞いてよ。エリカってば、私が目を離した隙に、また無茶を。あ、エリカ。うん、大丈夫。頭痛、すっかり。エリカってば、お医者さんに無理を言って、すごく強い処方をしてもらったんだよ。難しい言葉はよくわからなかったけど、一時的に症状が軽くなる代わりに、いつぶり返しが来るかわからないって。失神させてまで治療を受けさせたのもあんたでしょ。お望み通りバッチリ治療を受けたんだから。でもお兄ちゃんを助けるためだもん。今動けなきゃ意味がないの。エリカ、ピータービットがアルカディモンを捕捉したんだね。教えて。マームも言ったら、エリカはそこに行くんでしょ。そのためにビットを作ったんだよ。ダメ、エリカは病院にいて。千歳もまだ動けないし、私と彼が二人でアルカディモンを倒すから。あんたじゃ戦えないし、ビットを扱いきれない。できるもん、私だってハッカーだもん。ワームも、エリカのバカ。エリカに何かあったら私泣いちゃう。私、エリカの記憶を見て知ってるんだからね。家族を残すのって。だから私もきっと。ワームも、それなら私がお兄ちゃんを助けに行きたい気持ちもわかるでしょ。マームも、私がお兄ちゃんにしてあげられることは、もうこれしかないの。知ってるよ。お医者さんから聞いたから。だから、強めの処方。ね、マームも。いいよ。それなら別の手を探すから。一緒に来てくれる？お台場連絡橋だよ。エリカのバカ！バカバカバカ！エリカなんて嫌いだ！嫌い嫌い！頑固者はあんたでしょ。違うよ。エリカの方がズバ抜けて頑固だよ。ねえ。うん、行こう。今度こそお兄ちゃんを。
開始だ。僕たち叶わない。さあ行こう。アルカディモンyou
に負けられない。龍二のデジモンだ。そっか、アルカディモンの中で龍二の。お兄ちゃん、エリカ、おかえり。こら、お前ら、ようやく。
お前ら今度こそ言うこと聞いてついてこいよな。じゃなきゃマジで逮捕だからな。事情は後でしっかり聞かせてもらうぜ。よかった。エリカ？まずはエリカの状況を確認しなきゃ。そうだ、エリカの記憶サーバーに行こう。あそこからアクセスすれば。ユージを頼むってどこ行くんだよ。おい、ったくあいつら。エリカ、幸せ、深く悲しい、深く悲
ちゃん、そして一人、私は働く。いつまで私は介護のままベッドで、頭、コード、痛い、つながれ、体、私、苦しい、どうなる、ごめんなさい、体、ごめんなさい、して、お兄ちゃん、ごめんね、ごめん、ごめんね、どうして、ごめんね、なぜ、お母さん、なんで、お父さん、私は、死んじゃった、壊れて、ちぎれて、お兄ちゃん、そして、一人、私は、働く、いつまで、私は、介護のままベッドで、頭、コード、新しい、世界、夢の光、夢、感じ、
なのおかげだよ。さっきのイーター、この記憶を取り込もうとしてたんだね。完全に飲み込まれる前に助け出せてよかったよ。さあ、またすぐ別のイーターが来るかもしれない。すぐにエリカとコンタクトを取ろう。エリカ、エリカ、聞こえる？何を探しているの？私を取り込んだイーターが苦しんで暴れてる。デジタルワールドに行こうとしているみたい。デジタルワールドに？どうして？どうしよう。私のせいだ。私の精神データのせいでこの子は影響。私が。落ち着いてエリカ、私たちが助けに行くよ。わからない。でもイーターはきっとエデンとデジタルワールドの接続部にガラクタ広場に向かうと思う。あそこしかマザーイーターへの道はないから。でもこんな容量のデータ体が取れるわけない。このままじゃエデンも。エリカ、聞こえないぞ。エリカ、ワームも。通信切れちゃった。イーターが、エリカはイーターが暴れてるって言ってた。自分のせいだって。なんです？エリカの。それなら、もう少し具体的に話してよ。そうしたら信じる気になる。いいですよ。どこから？それじゃあね。リンクの浜辺。リンクの浜辺にはですね、展示の海からいろんな表を見たこともない箱や建物。浜辺の近くにはたくさんのビルが。ああ、そう。だって聞けば聞くほど信じられない。でも、もし、そんなところが本当にあるなら。なんてね、冗談。行きましょう。え？エリカも一緒にデジタルワールドへ行きましょう。まだよくわからないですが。オーディエって赤チームなんですよね。デジタルワールドに凄腕のハッカーチームが行けばきっと無敵でしょう。そんな、どこにあるかもわからないようなところに行こうよって言われてもね。そりゃ、まだこ、だってデジタルワールドは本当にあるんでしか。そうだね。もし本当に見つかったら、それもいいかも。はいでしょ。そしたら、その代わり、怖いデジモンが出たら、あたちのこと、守ってくださいね。
それが一番の目的でしょ。また。もしそれが本当になったら、楽しいだろうな。とても。誰も知らない世界で、知らないものを見て、知らない人にで当たり前のことすら難しい私が行きたい。デジタルワールドに。でも、行けるわけない。言えるわけがない。お兄ちゃんをあんなに苦しめてきた私に、そんなことを言う資格はない。冒険に行きたいなんて、もっといろんなものを見たいなんて。絶対に、行っちゃいけないんだ。イーターは、エリカのこの記憶に影響されたんだね。エリカが心の底で、デジタルワールドへ。どこか遠くへ行きたいと思っていた。このままこの子が暴走を続けたら、エデン空間への侵食がもっと広がっちゃう。エデンにいる人たちが危ない。だよ、エリカが助けてくれたの。どうしよう、大変だよ。弾き出される直前にエリカの声が聞こえたの。エデンがイーターに侵食されちゃった。よっ。ああ、情けねえ格好だな、リュウジ。って俺も人のこと言えないけど、なんせ初めてエデン症候群が治った。気候の勢いじゃ将来ドキュメンタリーとか作ら、毎日検査検査でもう大変だぜ。看護婦さんが可愛いのだけが唯一の。あいつらがずっと頑張ってくれてたんだぜ。だっせえ兄ちゃんだよな、俺たち。まったくだ。ちとせ。ん？すまなかった。いいってことよ。
くそ、ダメだ。どの手を使ってもログインできない。こんな大規模なエラー初めてだぜ。わけがわからねえよ。なんだってこんなことに。暴走したイーダービットがエリカを取り込んで独自の形に変化を遂げたの。変化したイーター、仮にイーターレギオンと呼ぶね。エリカの改造が進めば。呼び方なんかどうでもいいって。イーターに侵食されたのはお嬢だけじゃなかった。エリカが言うには、あのイーターはエデンでも変化して、このエラーはその結果寸でのところでエリカが救出。エデン症候群の患者が増えた気配もないし、他の利用者もなくさ。言いたかねえけど、ちょっと自分のことも考えろ。あれは、ったく。何やってんだよ、リュウジ。決まってる。エリカを助けに行く。バカ野郎、そんな体で外になんか出られるわけねえ。止めるな。俺の責任だ。俺はエリカの兄でいることを投げ出した。それなのにあいつは、こんな後を助けるためだけじゃねえ。俺はエリカに詫びを入れなきゃ。それで今度はお前が無理して倒れるってのか。おい、いい加減にしろよ。お前ら兄弟は本当にさ。なあ、お前も止めてくれよ。は？何言ってんだよ、止めろっつうの。いいのか。そんな生きがってる場合かよ。ああ、もう、わかった。わかりましたよ。行くか、俺たちの仲間一つ。三文芝居、終わった？うん。水差すね。俺たち、今すごく気持ちよく。だって聞いてるだけで恥ずかしいんだもん。青春の1ページって感じです。でも、みんな仲直りして私も嬉しい。私が嬉しいってことは、きっとエリカも嬉しいはずだよ。それなら、直接見て喜んでもらわねえとな。クーディエ再始動だ。作戦会議と行こうぜ。これまでチームを守ってきたのはお前だ。リーダーをやれってことだ。今だけは。いいんじゃないか。俺もお前ならできると思うぜ。うん、私も賛成。全員大隅来た。やってみよう。現状の確認から始めるよ。エリック。うん。でも、肝心のエデンに。何か別のやり方を探す。言うの。おう。俺も聞いてびっくりしたんだけどよ。なんとあの上白優子が、勇気しめがいなくなった後、お嬢の治療も苦面してる。おう、邪魔で。おお。あれ、ケイさん。なんであんたの？お台場で面倒をかけてな。それからよく見舞いに来てくれるんだ。へぇ。よくなんか来てねえ。いや、あだがもう何度も。うるせえ。お、へい、ちょ。そういう雰囲気。確かにお前ら、かなりヤバめの喧嘩をした。喧嘩のレベルと違いますわ。こっちはしかもこの男は優子、ユーコ、狙おうとなんだ。ちょっと、あんたおまわりさんで。お前、
すまなかった。なんや、素直に謝られんか。じゃあ勘違いしたらあきまへん。謝られミスにしたゆうこはん、水に流すゆうで仕方なく従う。感謝するならゆうこはんの自分。あの人素直じゃないね。お、なんだ、なんで残念そうなんだよ。こっちはその辺の手順をつけてきたって用は済んだ。ほな、お、ちょっと待てよ。俺たち、あんた、エデンはあの化け物に侵食された。確かにエデンなんだ。原因不明のエラーに緊急の俺たちは、お嬢を…ユーコハンは…いない。ユーコハンは…戦っとるんだ。は？どういうことだよ、そりゃ。わっちにも詳しいことは分かんないじゃん。でも…ユーコ代わりに…アンさんらのことなんとかしてエデンにログインしよう。おそらく…心当たりがあるの？六本木新都庁の地下供給所。あのマシンは、ユーコハンが、ユーゴとして望みがあるとする。ユーコハンがひどい目になって。可能性があるなら言ってみ。せやけど問題は、新都庁は、図表面からなく。それなら。そういうことならな。世界の危機とか、謎など。おいおい、いいのか？相手は防衛隊だぜ。いくらあんたたちだよ。一丁派手にやる。死のこと言ってる場合か？どうせ。